ました。札幌 STB 関下です。第10代王者健太、7度目の防衛戦、チャレンジャーは杉浦隆です。さあ現れたチャレンジャーの杉浦、その腰にはこれは自分で作った GAC キャバクラベルト、非公式なものです。このリングで文字通り公式なその GAC ジュニア、そのベルトを健太から強奪することができるのか、チャレンジャー杉浦隆です。杉浦にとってここ札幌が愛する街なら、健太にとってここ札幌は鬼門です。過去 GAC ジュニアのシングルにここ札幌で3回挑戦し、3回とも失敗。またちょうど1年前 GAC ジュニアのタックルを落としたのもここ札幌スピカでした。スピカというのは夜空に青白く輝く乙女座の一等星の名前です。ここ札幌スピカで青いベルトを守り光り輝くことができるか、第10代 GAC ジュニア王者健太の入場です。その青いベルトを右手に持って高々と掲げました。因縁の地ここ札幌で結果を出すことができるのか。リングの中には杉浦隆、青く光り輝くその GAC ジュニアのベルト、7度目の防衛戦、今リングに立ちました王者健太です。試合前に GAC タイトル会議長張樋口より正式に宣言でございます。 GAC ジュニアヘビー級選手権試合、第10代王者健太、7度目の防衛戦です。この試合は上樋口 GAC タイトル管理委員長によってその認定証が読み上げられています。王者健太、選手権試合であることを宣言する。2006年6月4日、札幌はホームタウン、そう言っても過言ではありません。杉浦隆です。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。ジュニアの至宝、青く輝くこの GAC ジュニアのベルト、今一旦本部に返還されます。ベルトに手をかけるか杉浦隆、舞台は整いました。GAC ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。ラコーナー挑戦者、215ポンド杉浦隆。札幌は今日もパワーをくれる街、杉浦隆。ラコーナーチャンピオン、190ポンド健太。札幌は今日こそリベンジを果たす街、健太。60分の一本勝負、GAC ジュニアヘビー級選手権試合、第10代王者健太、7度目の防衛戦です。さて解説の桃田さん、はい、昨日のバトルロイヤル桃田さんも出場されましたが惜しくも敗れました。そうですね、残念に思います。残念でした、はい、そして勝ち上がったのが一番最初に入場していたこの杉浦でした、ね、いやだからそれがすごいと思うんですよね。やっぱり、はい、約20分以上の試合の中で、はい、それを最後まで勝ち残るということ自体が彼の自力をねがすごいということになるんだろうと思うんですけど、そうですね、まあ、試合の流れの中で、はい、バトルっていう形式ですから、はい、うまいことやっぱり要領よく休めるところを休んでるような雰囲気がありましたね、はい、握手は交わしません。お互いが待ち望んだゴングです。健太対杉浦、 GAC ジュニアのベルトをかけた一戦、札幌で勝てるか健太。まずは手の探り合い、タックルに行ってバックを取りました健太です。腕を取り返す杉浦隆、まずは探り合いから腕の取り合い、グラウンドの展開から跳ね起きて左手、そしてテイクダウン。さて桃田さん、はい、この健太と札幌といいますと本当に鬼門ですね。そうですね、
過去になんか1回タッグで防衛したことが、ね、ジュニアのタッグ1回だけ防衛しただけで、あとはほとんど全部シングルは0勝3敗です、はい、杉浦にも敗れていました、はい、そしてちょうど1年前のこの札幌スピカ2005年 6.5 ですけれども、ジュニアタッグを落とした時、はい、あれも杉浦の雪崩式のオリンピック予選スラムでケンタが負けたんですね。なるほどね、やっぱりなんていうんですかね、その因縁っていうのはね、まあ、あるのかもしれませんけどね、ただやっぱりその健太選手がそれを気にするかどうかっていうのは別問題ですから、はい、試合の中での中でやっぱり健太選手は攻撃的ですし、はい、杉浦選手も攻撃的ではあるけどわりかし狡猾なところがありますので、はい、真正面からまともにいかない場合もあるので、そこら辺をうまくチャンピオンが料理できるかできないかというところだと思うんですけどね。さあお互いがこだわる打撃ですね。さあローキックを放っていった、そしてミドルキック、ユナイタへ、なんかシャープですね。いや珍しいですね、杉浦選手がああいうようなミドルキックを打つってことで言いましたね、はい、ショルダータックル、ラリアットかいくぐってケンタ、もう一度顔面捉えた、的確に捉えました。そしてドロップキック、いや飛び越えている、体を入れ替えて迎撃、カウンター式のドロップキック、スピア、ここで間を取ります。いや見応えのある打撃戦から始まって、そして動きに加わりましたね。今日の杉浦選手の動きがシャープですね。そうですね、先ほどのミドルキックも、キレがありました。いつもにない動きをしているような気がしますね、はい、だからある意味チャンピオンがちょっと面食らうような動きをしてるんじゃないかなという気がするんですけど、ね、そうですね、昨日の時間差バトルロイヤルも王者健太は本部席でその模様を見つめていましたから、はい、いつもと違う杉浦を出さないといけないわけですよ ね、ずっと研究されたわけですからね、まあ今のところ序盤戦は完全になんかいつもと違うような杉浦選手を見る気がしますね、はいはい、さあバックを捉えてグラウンドに展開してきた、首を取るか、いや腕を取り返した杉浦です。逆に言うとチャンピオンのいつもの攻撃的な流れをなんか杉浦選手が言ってるような気がするんですよね。キックにしてもそうですし、そういうような要するに、まあハイキックもやりましたしね、結構なんかチャンピオンの技を使ってるような気がしますね、はい、ロープブレイクに逃れました。ケンタ対杉浦、 GAC ジュニアのベルトをかけた頂上対決です。グラウンドからスタンディングに移行しました。腕を絞ったチャレンジャーの杉浦です。この杉浦は第7代の GAC ジュニアの王者でもありました。2003年9月モデストから取りまして、2004年1月4日新日のドームライガーに取られるまで保持していました。2年5ヶ月ぶりに返り咲きとなるでしょうか、この杉浦隆チャレンジャーです。一方の健太、7度目の防衛戦、ここまで初防衛の諏訪から始まって、虫キングテリー、スティール、ローキー、丸藤、そして先日の武道館名勝負がありました石森と、ここまで6連続防衛、まあジュニアのベルトに関しては最多ということになります。そうですね、アームブリーカーに捉えています。このケンタは語っていました、ヘビーの小橋ケンタの13連続防衛というものが非常に意識の中にあって、はい、まだまだこの数字というのを伸ばしていきたいと。まあそれは当然もうチャンピオンとしてあると思いますね、やっぱり、もちろんジュニアとヘビーの違いはありますけども、はい、やっぱり健太選手が小橋健太選手をやっぱり目指す部分っていうのはあると思うんでね。そうですね、そうするとやっぱりその小橋選手が作ったそういう記録をどうにかして自分が塗り替えたいという気持ちはあると思いますよね、はいはい、13連続防衛、実に2年間保持しましたからね、はい、ジュニアの絶対王者となれるかどうか、このケンタ、スピアをかいくぐった、今鉄柱に当たりましたかね。さあそして今度はケンタが、あっとミドルキック蹴り上げていきます。先ほど放った杉浦のお返しのような感じでミドルキック放ってきました ね。5分が経過しました。札幌スピア大会2カウントで返した杉浦隆です。ここまで札幌では GAC のシングル0勝3敗。この試合前に調印式が行われたんですが、その健太選手が札幌のファンには本当にいつも残念な思いをさせているから今日こそと。そうですね、まあ健太選手が、ね、そういう、まあ、そのなんとなく自分に相性が悪いというかね、はい、そういうのを感じているかどうかっていうのは僕はそれほど
まあ、試合前の動きを見てるとそんな感じはしなかったんですけれども、ただね、やっぱり、まあ、脳裏の一箇所にね、そういうのが残ってると試合の中でそういうのがちょっと自分が不倫だった時にね、一瞬出るのかなという気はしないことはないですけどね。あ、髪の毛を掴んでこのスリーパー、その地獄からなんとか逃れていこうという杉浦。お、関本だ、カバーしていく、悶絶するようなスリーパー、健太が仕掛けていきました。今日この札幌市がぎっしりとお客さんで埋まっています。背中、そして後頭部。さあ立ち上がった、何かスイッチが入ったようだ。おエルボー、なんか顔色変わりましたね。そうですね。おっと、地獄突き、喉を狙われた。ローリングスパット、胸板、喉に入ったんですね。入りましたね。先ほどのスリーパーでもこう咳き込むようなシーンがあって、そして喉に今シャープに入りましたね。入りましたね。チャレンジャー転落です。リングの外、杉浦隆です。杉浦選手、喉を抑えてますもんね。苦しい表情が今映りました。そして追ってくる王者の健太。引きずり起こして、そして鉄柵へ。鉄柵が揺れました、ずれました。それを狙って、あ、ミドルキック。あ、なんか蹴りに備わってますか、両者は。なんかそういう雰囲気に見えますね。まあ、あの健太選手はね、蹴りに対してはやっぱりそんなにこだわりはあると思うんですが、はい、あの今回はね、杉浦選手も結構蹴りを使ってるんで、そのあたりの意識というのがこの健太、杉浦にあるのかもしれません。場外カウントが始まっています。20でリングアウト負け。今胸のあたりはやはり抑えながら戦場であるリングを目指します、杉浦隆。汗びっしょり、エプロンサイドに立ちました。王者の健太は悠々と待って、そして行った、そのタイミングで行った。ロープをまたいだ瞬間に行きました、ダブルアーム。投げにも力があります健太。切った、行きました、膝蹴り。そしてもう一度組み替えて、今度はブレンバスター。まだ杉浦も持っています、タイツを持っている。仕掛けたのは健太です。ロープが近い、本部席前、ロープが近い。おっと、そのロープにトップロープ据えつけて、杉浦がいった。あっと、転落、王者転落。顔面への蹴りを食らって、なんと今トップロープの上からでしたよね。そうですね。高さは 2.4 メートルです。もう今フェンスに直接健太選手ぶつかりましたんでね。ですから蹴りと、そしてこの鉄柵に当たった衝撃、前後からダメージを受けたことになります。意識が朦朧とする、その健太の今顔面に今膝を、喉ですね。喉ですか、はい、あ、先ほど喉食らいましたが、そのお返しですかね、はい、杉浦も苦しさの表情。しかしチャンピオンの健太が立てません。札幌スピカ大会場外戦、ペースを握っているチャレンジャーの杉浦隆です。そしてマットの一番硬いところですね。そうですね。エプロンサイドに叩きつけました。札幌は自分にとってパワーをくれる街だと語っていた杉浦隆。一方札幌ではなかなか結果が出せない、成績が振るわない健太。札幌の女神はどちらに微笑むのか、腕を取るか。リングの中央で顔面締めを食らいました。仕掛け方も何か杉浦が、あの先ほどの蹴りで一気に手繰り寄せた感じがしますね、はい。まあ、そうですね、その前にちょっと喉を自分を痛めてましたけど、はい、まあ、本当に一瞬でやっぱり、まあ、コーチが変わりますよね。でこれもやっぱり杉浦選手はジュニアでは一番最重量に近いんで、そうですね、99キロですから、もう本当にもうギリギリですよね。ギリギリですね。で、まあ、力がものすごいありますんで、ああいう締め技は本当にきついですよね。さあ、顔面を蹴って、あ、そして張り手だ、張り手合戦。汗がミストになって飛んでいる。顔色が両者変わりました。スピードが変わった。おっと、おっと、健太、健太、健太転落、張り勝ちました。すごいですね。ご覧の状況、チャンピオンの健太ピンチ。10分経過したところ、いや、打撃で健太が沈んってなかなか見たことないですね。あんまり見たことないですよね。
目の色が変わった杉浦隆、そしてこちら目がうつろな健太、意識が飛んでいるでしょうか。なんとか今エプロンサイドに手をついて場外カウント5まで、さあ戻ってきた。あの本当に張り手を食った時にね、その時のタイミングでもう頭の中真っ白になる場合ありますんでね、自分が今何やってるのかなっていう軽いノーションで、あーエモエモ小本さん、いやいや何か杉浦に乗り移ってるかのような、何かが乗り移ってるかのようなすごいエモでしたね。ニュートラルコーナーでぐったりとしました健太。やはりこの健太は札幌では苦戦を強いられてしまうのか。いや杉浦選手がこんな激しい攻撃ってなかなか見てないですよね。ないですね。それだけやっぱりね、杉浦選手はこの選手権に対する思い入れが強いっていうことだろうと思うんですが、顔面キックが待っていた。パワースラム、反撃のパワースラムですが、攻撃は全然残ってますよね。健太対杉浦、もともと健太があの4月の武道館で石森を下して6連続防衛に成功したときに最初に名前を出したのがこの杉浦でした。杉浦、おーっと鋭く捉えた。今顔が歪みましたね。歪みましたね。完全にもう体重が乗ったのがあの顔面に当たりましたんでね、もしかしたら杉浦としてはこう膝が来るかなというタイミングがありましたかね。いやそれは考えてたと思いますよ、スワンダイウシキ、あラリアット、スワンダイウシキのラリアット、いつもと違うところを両者見せています。そうですね、まあ、当然ドロップキックが来るという感覚を、ね、相手に持っている場合にラリアットの場合だとある程度自分でコントロールできますからね。ああなるほど、あと飛び越えた、蹴りを食らって膝から崩れ落ちた杉浦、勢い余って場外まで行って戻ってきてカバーした健太です。やはりいつもと違う技が出ますとコンマ何秒タイミングがずれるわけですから、相手にとって怖い技ですよね。怖い技ですね。やっぱりそれで決まってしまう可能性も十分ありますよね。ダブルアームスープレックスということはいつもと同じものでは両者とも勝てないなというものをプランしてましたね、まあ、要するにもう対戦している数はね2人ともかなりあるので、そうするとある程度お互いの手の内を十分知り尽くしてますから ね、そうじゃない攻撃をしない限りはチャンスがないということだと思うんですよね、ロープに飛んで、あースピア、このタイミングカウンタードンピシャリのスピアを食らいました杉浦、放っていきました。先ほどの張り手合戦で健太が転落してから一瞬ちょっと意識が飛びましたか、少しぐらついてきた。そしてスピアからタックルから抱え上げて落としていく、力上がります。背筋が盛り上がっている杉浦隆、ここまで6連続防衛という健太、 GAC ジュニア史上最多、それをさらに7に増やすことができるか。さあスイーラーズリフト、軽々と抱え上げて投げ飛ばしていきます。頭を掴んだ、この体勢からバックブリーカーに行きました。そして頭を捉えて踏み返した、フロントスープレックス投げ飛ばし、健太の表情がまた一段と悔しくなってきています。ちょっと本当にチャンピオンのね、あの顔の表情が険しいですね。そうですね、この健太と杉浦、2003年、今から3年前の11月札幌大会、当時王者だった第7代王者の杉浦に健太が挑戦も敗れています。そのリベンジを果たしたいと言っていた健太ですが、健太が起きて、おーっとそこからトップロープの上にいる杉浦の顔面を捉えました。歯を食いしばったセカンドロープ駆け上っていく、雪崩式だ。1年前は同じく雪崩式、逆に食らって健太がジュニアのタックのベルトを落としました。あっとここはこらえている、杉浦こらえている、いや投げ飛ばしましたよ、なおかつ、おっと今仕掛けたのは杉浦でしたが、逆に首を取ったのは健太、流れが変わるか。さあブサイクへの膝蹴り、あーローリングスマット、一進一退、おー蹴り起きて破りの膝蹴り、健太に完工。膝蹴りを出す攻撃を組み立てていた健太に対して逆に膝蹴りの杉浦です。いや今のも強烈な角度で入ってましたね、目がうつろです。
王者の健太がリング下、戻れません。追ってきた、さあチャレンジャー杉浦が追ってきた。荒い呼吸が聞こえますね。そうですね。そして王者の健太は戻されました。自力で戻ることはできませんでした。腕を持った、エプロンサイドで腕を持った、戻しません。何をする、杉浦が後ろ見た、後ろ見た、危ないぞ。そこからまさか、まさかエプロンから断崖式、1年前は雪崩式、そして1年経ってこのエプロン、両者転落。危なかったですね。あの位置から落ちたらまずそれで決まってしまうような状況だろうと思いますよね。断崖式で全く戦闘不能になることも十分に考えられました。なんとエプロンサイドから断崖式のオリンピック予選スラムを観光しようと、もう一度行くか、行きますかね、桃田さん、行きますか。いや、あ、行きますね、行きますね。危ないですよ、危ないですよ、危ないですよ。その高さから行くか、命取りとなってしまう。ケンタを防いだ、エルボーで防いだ、おっと現役のエルボー、あー行く、どうやら行ってしまう、あーっと、お、切り替えた、切り替えた、リリーティー、切り替えた、上空で切り替えた。逆に DDT が決まりました、ね、決まりましたね。エプロンの一番硬い部分で決まってますんで、いや今一瞬このスキンが悲鳴に包まれましたけども、その瞬間になんと体勢を入れ替えたチャンピオン。これもやっぱり、まあ、チャンピオンらしいといえばチャンピオンらしいですけどね、かなり際どいところだったんですよね。そしてその高さというものがあだになってしまったチャレンジャーの杉浦です。上位カウントが進んでいる、10まで来た。今ようやく意識を確認した。 DDT 自ら放った弾劾式のオリンピック予選戦を返されての DDT、 13まで来ている。チャンピオンは戻っている。チャレンジャー杉浦戻れるか、かなりのダメージだ。15まで来ている。戦場に戻れるか、17まで来ている。危ないぞ杉浦、危ないぞ。戻れるか、セカンドロープに手をかけて、ようやく戻りました。19で戻った、戻った。そしてチャンピオン健太がトップロープを越えてきた。狙われた。そしてバックを取っている。ジャーマン、ジャーマンスープレックスホールド。今は綺麗な角度が入ってますけどね、ジャーマンね、はい、さあチャンピオンが一気に仕留めるか、形勢逆転。エルボー、青木石丸、札幌決戦、頂上決戦、健太対杉浦。顔面のハイキック、健太にも返していく。2人が待ち望んだ一戦、 GEC ジュニアの頂上決戦です。7度目の防衛戦、チャレンジャー杉浦隆。あと健太からいった。そしてフィッシャーマン、そして急角度、立ち上がった。健太と杉浦、邪魔、取り返す。ノーテンクラ、まだいっか、まだいっか、アンダーだ、ヘラクラのどっちだ、両者がいった。素晴らしい攻防、ノアのジュニアの頂上決戦、素晴らしい攻防が続きました。すごい攻防ですね。もうお互いにダメージあるんですけど、ね、あそこで起きて技を返すというところがすごいですよね。そうですね、総力戦になりました。ダブルノックダウン、次のない札幌、街には気持ちのいい緑の風が吹いています。そしてこの札幌スピードの緑のマット、ノアのジュニアの頂上決戦、健太が意識を確認した。杉浦は立てない、杉浦は立てない。7度目の防衛戦、ジュニアの絶対王者になるべく、その防衛回数を増やしていくか。タイガーだ、タイガーだ、タイガースブリッジ、素晴らしいブリッジ。今度はタイガースープレックス出してきました。大技の連続ですね、これ。20分経過したところ、眠らせるか、さあ張っていく。勝利への準備から、膝蹴りを捉えた、膝蹴りを捉えた、膝蹴りを防いでアンクル、足首捉えた、アンクルホールド。さあこれでギブアップか、ギブアップを奪いに来た、ロープが遠い、
攻撃の中で杉浦選手よくキャッチできましたよね。したね、ジャーマンやり返した。ジャーマンそして体を入れ替えて、もう一度か、もう一度バックのあったフルネルソン、ジャーマンからフルネルソンスルペックスホールド、これもツー、これもツーカウント、王者ケンブラが追い込まれた。大きくうなずいた杉浦、いけると今確信しましたかね。何か目が光りましたよ。強烈ですよね。バックを取ったオリンピック予選、おそれを返した、丸め込んだ、ケンタが返した、オリンピック予選を返しました。来た、顔面ですね。顔面、顎に突き刺さったか。あの角度というのはなかなか見ないですよね。見ないですね。それにケンタ選手も向かっている最中ですから、本当にカウンターになってますんでね。わー、取るか、杉浦取るか、ベルトを取るか。自分にとってはホームタウンのこの札幌でがっちりしっかり入ったオリンピック予選スラム、急角度、頭から真っ逆さま。ケンタ意識があるか、がっちり片指に傾いている。わー、返した、ケンタ返した。今日こそ札幌で勝つんだ、リベンジを果たすんだ。急角度のオリンピック予選スラム。ああ、そして1年前の再現か、コーナーを指さした。そういえば2005年 6.5 この札幌スキーか GAC ジュニアタック選手権、杉浦がケンタから雪崩式のオリンピック予選スラムでそのベルトを奪いました。1年経って歴史は繰り返すのか、歴史は繰り返すのか。バックを取る、バックを取る、十分な高さだ、またも食らってしまう。1年前の悪夢がよみがえる。ケンタ意識はあるか、腕を取り返した、腕を取り返して、なんとわー、トップからケンタ逆転。しかし2カウント、技の読み合い、仕掛け合い、読めないですね、本当に。もうお互いにすごいダメージが来てると思うんですよね。そうですよね、よくあそこでまたその大技を出せるというのが、左入っ、右入っ、エンドに捉えている。おお、蹴り倒した、チャレンジャーを蹴り倒した。今度こそ札幌でどうだ、2カウント。いや、あの1年前の雪崩式のオリンピック予選スラム、あれを防ぎました。いや、杉浦が行く、あった、先ほどの有田合戦では健太が転落した。お、グーですね、パーじゃないですね、グーですね、パンチが入っている、殴り合いだ、蹴った、左入っ、もう2人にしか分からない世界、確かにグーです、パンチです。ローリングサバット左入っ、ロープに飛んでスピード加速、真正面杉浦の顔面を捉えました。ピカが揺れています、石狩平野が揺れています。立ち上がったケンタ、決める、チャンピオンが決めます。今日こそ、今日の夜も札幌で結果を出す。さあ抱え上げた、眠らせるか、杉浦をフォアトスリップ回転して、もちろんオリンピックの続き、これもくるっと回転、左入っ、ハイキックの連発、首を刈るポーズを取ったケンタ、噛みついた、ホールド、そして意地ですね、噛みついてますよ。ゴールに次々に飛んでいます。いやー、あれだけど危ないですね、危険な角度だ、危険な角度、どうする、ケンタはどうする、お、スタンディングにした。いやー、あれは要するに下手すると大怪我するような、そして今ロープレイクになったんですが、ロープレイクもう一度3度目仕掛けた、そしてアキレス腱、アキレス腱に帰ってきた、膝十字、膝十字だ、足首について今度は膝です。アンドホールド捉えている、キューアップを前に来た、どうだ、ロープレイクに来た、届かない、命綱が今テントの目の前から遠ざかりました。
好きな街札幌で2年5ヶ月ぶりに王座に返り咲いた杉浦隆、健太敗れました。25分42秒ギブアップ、王座陥落、ベルトは杉浦に渡りました。健太札幌で敗れました。チャンピオンベルトの贈呈でございます。そして城樋口タイトル管理委員長から青く輝く GAC ジュニアのベルト、続きまして杉浦に渡りました新チャンピオン誕生です。 GAC ジュニアヘビー級チャンピオンリングの贈呈でございます。いや桃田さん、はい、ギブアップでした。いや要するに結末がですね、ギブアップっていうのは僕も想像全然しなかったですね。だけど僕も見てました、最後の角度は、はい、完全にあれ以上もしタップしなければね、足試合を続行できないところじゃなくて、そうですね、やっぱり球場に追い込まれるような状況ですよね、はい、選手生命にもね、及びかねない事態でありました。敗れた健太です。またも札幌で涙を飲みました。そして今正式なベルトを手に持ち、自ら作った紙のベルトを腰に巻き、今日はベルトとともに鈴木野です。杉浦隆、健太を下して新チャンピオン、第11代のジュニアのチャンピオンに立ちました。札幌鈴鹿で時代が変わりました。やはり杉浦は札幌では強い、そして健太はまたもや札幌で涙を飲みました。25分42秒、足首を捉えた杉浦、健太は思わずギブアップ。そして今そのベルトを負担に見せながら花道を堂々と下がっていく杉浦です。果たして試合の鍵は何だったのか。新チャンピオン誕生、第11代 GAC ジュニア王者。